選手が成長するためにどういうふうな指導をしたらいいかという野球論をしっかりと植え付けさせていますね。そうですね、チーム全体を考えるところなんですけども、やはり組織作り、子どもをしっかりと教えれるコーチ作りから、入っているというところがありますね。息子をですね、このチームに預けたもんですから、野球の関係に携わっていたもんですから、そのまま指導してくれないかということで、このチームの指導者になりました。努力あるのみです。はい、そうですね、チーム作りの一環で、やはり理想というのかな、野球ってやっぱり投手力であったり守備力であったり、そういうチームが一番大切なのかなと。やっぱり野球のこう勝利につながるのは投手、守りだと思ってますので、そこら辺がやっぱり理想だというふうに思ってます。こう見極めるっていろいろあるんですけども、レベルの高い子、低い子、いろんな選手がいますので、その選手に応じた良さを見つけてあげるというところですね。で、少しこうレベルが落ちる子に関してはしっかりとなぜ必要なのか、なぜこういう技術があるのかということを教えてあげるというところです。野球が上手くなりたいという意識を持って、グラウンドに来ていただきたいということ、それのみですね。進歩大事ですよね。そうですね、うまくなってほしいというのは誰でもの願いであって、ポイントポイントをうまく教えてあげるところがやっぱり育成に対しての一番ポイントかなというところを意識してね、弱さの部分を助けてあげる、補うというところですね。勝つ喜びですよね。もちろん練習団って厳しいんですよ。やはりその中で自分がまず上手くなったという喜び、嬉しさ、それで最後にはチーム全体がみんなの力で勝った時のその瞬間がこう嬉しさであったり楽しさだったりじゃないかなというふうに思っています。うん、これはもう野球人として減少しているのをもう悲しく思っております。どんなスポーツであれですね、減少していくのはその立ち触った今までの方々に対してね、やはり寂しさを覚えさすかもしれません。だからそこをですね、我々ができること、中学生なんで中学生をしっかりとね教えてあげる。で、小学校の子どもたちが中学校でまた野球やりたいなというふうに思ってくれればそれは嬉しいですね。これはもう練習の中でね、できる喜びが味わってくれる子、できたなっていう子、感覚が生まれる子、それは絶対伸びるというふうに信じてますので、しっかり指導者としてはしっかりその弱点を補いながら選手と共に笑顔で野球をやるのがやっぱり選手が伸びる可能性が大なというふうに思ってます。そうですね、怪我をした選手には特に話しかけるようにしております。お医者さんに行って、2ヶ月間禁止だとかそういうことを言われますので、それに対してなんだと、指導者側が何やってんだと、そんなもんはお医者さんが言うことであって、実際はできるならやれよというようなことを言う指導者が、昭和の野球の方はよくおられますけども、いやそうじゃなくて、逆にどうなんだと声をかけして、できる範囲でね、怪我の部分をうまくしないようにね、他の部分で成長できるようにケア、要するに話しかけ、相手とキャッチボールができるような指導ですよね。はい、私どものチームの特徴はやはり投手力、3年生の2名の投手と2年生の2名の投手が、しっかりとしたいいレベルの投手なので、やはりしっかりとした守りを締めて試合を作っていきたいなと。そうするとおのずリズムが出てくるので、打線の方も向上してくるので、とにかく投手力だと思ってます。はい、そうですね、土日なんかは土曜日はもう必ず練習、日曜日がオープン戦ということをずっと決めてあります。どのチームも同じだろうと思いますけども、しっかりとしたアップをし、それからもちろんキャッチボールをしながら、それから守備力というふうな練習メニューでいくと思うんですけども、私どもはそれに加えてやはりケースノック、やっぱりランナーをですねその場に据えて
もちろんランナーがどんな動きをするのかわからないので、ましてやボールがどこに飛ぶのかわからない、カットプレーもしっかりとねできるようにいかに前に進ませないかという、もう僕どこはもうそういうケースノックを重視しながらやってます。で、去年シニアが優勝してますので、私どももそれに続いてもちろん優勝狙いたいというふうに思ってますので、先ほど言ったように投手力を整備し本番に向かいたいなというふうに思ってます。そうですね、そんなに点を取れるとは思ってません。だから3点が勝負かなと、分岐点かなというふうに思ってます。相手がちょっとどういうチームからよく分からないんですけども、とにかく自分たちの野球投手力を中心に守り抜くというような展開になると思います。そうですね、投手の藤井、それから4番の沖野がやはりこのチームの中心選手ですので、この選手がね活躍してくれると信じてます。はい、もちろんドラゴンカップ久しぶりの出場になるんですけども、昨年のシニアの優勝に引き続き私どもも優勝するという意気込みで頑張りたいと思います。エースボール1